はい、でもそれです。今回ですけども、新大久保の韓国料理店で1万円使ける帰りません。これやっていこうかなと思います。久しぶりなんですけど、この企画。前に丸と新大久保歩いた時に美味しそうな店がたくさんあって、いつか行ってみたいというふうに思ってて、で今回このデリカオンドルっていうお店ね、24時間営業なんですよ、このお店。すごい。で、パッと見うまそうに見えるやん。こんなんとかやばない。絶対うまいやん、これ。とか、あとこれ、俺が絶対頼みたいな。スライドチキンにチーズフォンデュ。うわー、これやばい。あとチーズタッカルビね。これ2600円するやん。結構ええねん、高すぎるやん。あとキムチチーズチヂミとか。うわ、絶対うまい。これ結構だから、リアルにプライベートも来たいなって思えるぐらい、パッと見の外観はいいんすよ。あとは味が本当に美味しいのかと思う。ちょっと今回ね、1万円食べきって、感想をね、皆さんお伝えできればと思います。じゃあ、店舗の中今から入りたいと思います。では1万円企画、今回は兄弟2人で挑戦していこうと思います。まあ、結構ね、2人で1万円って言って厳しい気もするんですけど、結構ここのお店高いんですよ、一個一個のメニューが。ちょっと2000円超えてるやつがたくさんあるんで、まあ、だから何だかに入れちゃうのかなと思ってます。じゃあまずとりあえず頼むやつ決めますか。どれをいくか。これうわめっちゃ大カルビチキンもめっちゃうまそうじゃないですか。これもバチコマ、この2つちょっとこれはいきたいな。これ頼んだらもうでも3000円ただこれじゃなくてこっちにもめっちゃ美味しそうなって、例えばこれね、あと行きたかったやつはこの辺、これチーズタッカルビ、もうこれ5000円でもこの辺もめっちゃうまそうに見える。わかる。うわ、でもやっぱ行ったことないやつ行った方がいいんじゃない。この辺全部ないけど、そもそも全部ない。チーズタッカルビやっぱ行っとく。これめっちゃうまいと思う。これもどうする。鍋一つ頼んで、まあチーズタッカルビ、フライドチキンも一つや。ああ、私これフライドチキンやもん。でもこれめっちゃうまそうやけん。いや、これがこれは一緒やから、かぶっとおうから。いや、でも味付けは絶対違うし、こっちの方が絶対美味しいと思う。甘辛い。でもまあ見た目的な、まあこっちの方が韓国料理っぽいか。こっちこれとチーズタッカルビと、もうここで5000円や。であとはチゲご飯。キムチチャーハンもうまい。スンドゥブチキン絶対うまい。ご飯も行きたいな、これ。で最初のやつも行く。あと、さっき出すのこれ。これもチキンやけど。あ、ほんま、かぶっとわ、これ。これは違うよ。でも、2人前からしか無理やこれ。実演的に2800円なの、これ。これ頼めば、あともう1個頼めば終わりや。じゃあもう、3つ目これや。これはもう2人前頼んで、で、あともう1個どれにしようか。あ、これや。チヂミ。これでも終わりなの。多分もう消費税圧で1万超えると思う、これで。あ、でもこれもめっちゃうまそう。韓国かぼちゃチヂミ。まあ、こっちの方がないよな。こっちはあれや。言って。うん、これする、まあ、こっちでいい。そう、これ。これにしましょう。若い頃だったら頼まなかったけど、大人だって今これの美味しさがわかる。健康にも多分いいしな、かぼちゃやったら。こんな感じにしましょうか。とりあえずじゃあメニューでも頼んでやと思います。はい、届きました。やばい。これ今チーズタッカルビ、これが。やばいでしょ。違うぞ。で、こっちがサムギョプサル、これがカボチャ、これうまそうです。で、これが UFO チキン、この中中つけて食べますよって、いただきますか。じゃあこれ今から2人で食べきりたいと思います。いただきます。いただきます。まずじゃあどれかいくかですね。まあじゃあさっきこれじゃない、タッカルビ。タッカルビどんな味なんや。結構銀の。あ、これおー、これうどんなんや。え、全然取れへん。めっちゃうまそうやな。匂いめっちゃいいやん。今回名人はね、カメラマンなんですけど、ダイエット中らしいんで、そもそも食べたくないっていうことなんで名人は全然食べたくない。はい、我慢。ガチダイエット中です。オッケー、千切り。これは絶対うまい。タッカルビ。タッカルビ。おかしい。タッカルビ。タッカルビいただきます。野菜から。いただきます。うまっ。味付けめっちゃいい。うまっ。ちょっと辛いな。甘っ。でもうまっ。めっちゃ好き。めっちゃうまっ。チーズタッカルビ初めて聞くわ。チーズの要素いただきます。甘くて辛い。そっちがうますぎる。うまっ。チーズの要素別に何もここに置いてない。味付けめっちゃいい。めっちゃ甘いよ。甘辛い。うまい。うどんもめっちゃうまい。これがヒットする理由わかるわ。普通にうまい。チーズあげろ、チーズもやばい。うまい。離れてる、走ってたし。ご飯と合わせてもうまそう。今入ってる。うまいうまい。よっかでやばい。人気の理由が分かる。どんなもんなのかと思ったけど、全然うまいっていうか、日本でも通用する味というか、余裕で、このレベルやった。韓国料理うまいわ。肉たっぷりでやばいな。大当たりすぎるな。キムチにもさ、めっちゃ辛いキムチと、ちょっと甘くて、ご飯とも合うキムチだったけど、ご飯と合うキムチの感じがある、これは。俺もめっちゃ辛いの好きじゃないから、そんな俺でも食べれる辛さというか、嫌な辛さじゃない、これ辛いけど、ヒリヒリする辛さじゃない、舌が。余裕で食べてるの。これも気になるけど。これいきますか、じゃあ。これ味付けが違うもん、一個一個。これも単体でうまそうだよ、こういうのもないけど。チーズをね、つけて。いただきます。うまっ。これうまっ。辛い。全然これチーズなくてもうまい。単体がうますぎる、甘辛くて。うまいよ。ミートボールみたいな味。うまいよ。チーズタッカルビ。なんかこれはクッパを食したらこんな味なんやろなっていう感じするわ。マリオの。うまい。これもご飯。こちら。これも絶対うまい。いただきます。うまっ。あ、これめっちゃうまい。あっさり。うん。これはいい。めっちゃ甘いわけ。かぼちゃの味がするわけ。あ、めっちゃうまい。これでもめっちゃうまい。タケノコみたいな。食感は。タケノコみたいな食感で、ちょっと味もタケノコっぽくないな。なるほど。かぼちゃっぽくない。かぼちゃのタケノコみたいな感じ、ほんまにうまい、これはね、これ健康のこと、かぼちゃ苦手ないけど、多分やつや。チーズより俺はなんかもうこっちがうますぎて、あんまいらんかも俺は正直、リアに、これもそうやる。チーズが結構多いから、タッカルビがうますぎて、あ、韓国料理ってちょっと辛いし、熱いから汗もかけそうで、ここもちょっといいかもな、汗かきながら食べれる。
夏よってめっちゃうまい。24時間やってたら、つけまうかもしれない。24時間ってこんな美味しいおつあるんやな。24時間、びっくりするやん。だから、これと味噌がね、うまそう。それってうまいっすよね。ベラボーにうまい。いや、僕に言わ久しぶりに見た。1500円ぐらいするけど、3人ぐらいでいけるよ、全然。うどんも地味に相性いいんやな。早すぎ、サムギョプサルもいけるなんてあんで、これ食べますか。絶対ない。結構数あるな、これ。これ結構あるし、やここも残っとうから。ほら。ただじゃあこれ一発目いかんねん。これは何つけるこれか。あれこれじゃない。いただきます。あっか。ホルモンみたいな感じだと思ったら、全然違うな。で、味めっちゃ染み込んでる、中に。うま甘辛い感じの、チーズタッカルビの、ちょっと辛さをなくした感じの、食感を最初なんか、ミノとかホルモンみたいな感じだと思ったら、結構噛み切れるから、食べやすいっていう感じ、俺からすると。ホルモンみたいになんか、なかなか口になくならへん感じだからと思ったら、そうじゃなかったから、マジで、それは良かった。美味しい。ちょっとホルモンっぽかったけど、良かった。味も普通に美味しい。うまい。結構量があるから、頑張らなあかんねん。これは、だから、単独よ。単独決めてから。これ強力だから、ええ、ハンドじゃあ、これは。このかぼちゃで。俺もかぼちゃどうしたの？かぼちゃ頼んだ俺やん。そうないって。頼んだからやるとかじゃなくて、全員で兄弟で力を合わせるっていうコンセプトじゃないもん。何やねん、やれって言うの。いいけどな、いや、世の中の兄貴って全員。お前らさ、ちょっと早く生まれたから調子乗りすぎないの？俺もほんま何回も親からも奥さん愛されて最初に愛を受けて、親もその最初の一人の方がその愛があるわ。それ一人目やから、二人目の俺なんてほんとに放置ぶりされて2年間もお前得した分、後から黒白よ、白黒。だから世の中の次男とか次女とかもっとはっちゃけよ、大丈夫。俺がそれをどんどん世の中に伝えていく。兄の方が最初優遇されたほうがあまりに、俺はもうその理不尽さに悩まされてた子供の頃。でも大人になってから逆転や。こっからこっから悩まされてへん。いや、こっからはもう才能がものに世界や。才能のない長男虐げられ、どん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 。全然、その弟の方が能力高いで大体な。いや、これは統計どうか知らんけど、こうしてきたみたいなこと言っとうけど、いや俺の2年間上の言った友達とかと遊べたわけよ、こいつは。だから、その他の同級生の一歩進んだ文明を早くに手にして、頭一歩抜きに出ることができたわけだな。あ、違うけど、それと同時にどんな弊害が起きたかお前分かってんやろ。お前と共に押し寄せるやつなりすごかったぞ。はっきり言うけど、お前の2個上と友達と遊ぶっていう国家権力を手に入れるわけ。だから小4の次に小6で遊べる。だから小4の中には強いやつになれる。国家権力を手に入れると同時に、マイスさん自身が上の人間が狙われとったから。だから俺、簡単にどんなことが起きたかっていうと、俺の2個上な、特年生と俺は仲良くできるかもしれない。でも、俺が小3とかの時に、マイスさん5年生。5年生の1個上に、一人ちょっと鬱陶しく取って、そいつマイスさんの方が嫌やった。それはどうなるかと思ったんですよ。1年生から6年生までが、朝に竹割り班みたいなのがあって、一緒にドッジボールしたんですね。交流するイベントが、週に1回あったり、俺らなんかはいはいはい、その時にドッジボールでその6年生にめっちゃ一方的に狙われたから。だからその理由が前の弟やからっていう理由だけ。誰やん。こいつに狙われたから俺は。しょっちゅうエロ思いのもんだ。こいつにこっぴどく狙われたから俺は嫌な思いしたから前のせいで。そういうのもあるから。この後ちなみにすごい低音ボイスでコーラスとかでめっちゃ活躍してました。どっちでもいい。そんなやつどっちでもいい。いや、あだ名だけ言っとくと直ってやつです。本質なこと全く言ったこともやっぱあるわけだ。お互い様ですよ。でもそういう話だって親からの愛情の売り方が違うって話を俺は最初にしたやんか。これはもうマジで兄弟で育ってきた人は絶対経験しとる。明らかに長男長女の愛され方異常、やけに可愛がられる一人目ってだけだ。いや、これは結構でかいと思うよ。だから俺多分結婚今できてない。俺それで関係ないと思う。結婚的に言うとそこに決まっとうと思ってて、幼少期の頃にさほど親から愛されてへんから、おばあちゃんの子だったらそれはあると思う。おばあちゃんに確かに懐いとったのは一人やったし、俺も子供のは分かってない。あ、こういうのあんま母親と父親から愛されてないなって子供までちょっと察知した。それもちろん最低限の愛はあったかもしれんけど、ただやっぱちょっと兄と比べるとちょっと弱いやん。だから俺はおばあちゃんはそんな関係なく出てるおばあちゃんとこ行こうみたいな、そういうのあったと思った。それはだからやっぱ今が一番しんどいのするっていうのは必然の流れなんだ。兄弟という関係においてお前それば食べるな。これ食べて美味しいねんか。ってことしようか。こいつこれが美味しかったから担当するで。これ食べるじゃあこれいくこれが多分一番きつい。減ってないから実際チーズ固まってるからやばい。ゲームチーズ固まってるからやばいやばいめちゃくちゃ。俺はチーズない方が好きやから別にええけど、この固まったチーズなそうじゃない。チーズ好きやった。ベリーカップやベリーやっぱ全然なってない。全然ならないよ。でもその吸い上げられたっていうのは多分俺が卓球部に入ったから若干そういう風には見られてたんだけど、やっぱそのこれほんま俺言うのもすごいなんか悲しい話だけど
弟がいるのに悲しくなってたけど、マリさんでも小学校の頃はほんまにサイヤ人マリで、ほんまに地球人とサイヤ人ぐらいの差があるぐらい学校の中ではエリートというか、なんかもうスクールカースト上位だったんですよ、マリさんで小学校の頃。小学校ほんまにその時はね、なんか光るやつが今ほんまになんか無双モード。いや無双だよマジ、暗黒無双で言うからもう両方やったっけ、両方がおったんで小学校で、どっちボールでも一番強いし、小学校の時はその恩恵が俺に降りてくる、両方の恩恵が降りて、俺もなんかほんまちょっと強いやつみたいに見られてたわけ。それこそほんまに課長ぐらい東洋省さんの俺は強く折れてる、兄の影響でな、まあ、でも中学上がるやんか、その中学帰った時俺分からへんわけ、俺は小5小6行ったわけやって、前さんって中1、まあ、中2とか行くわけやでその頃の前さんが中学の時って俺見えへんわけ、だって学校から帰ってきたら小学校と同じやん、わけ学校の時の前さんが見えへんわけ、俺が中1上がるやんか、学生としたもんね俺あれみたいな、両方どこ行ったんだよあの両方ってあったら前さんどこ行ったんやみたいないやマジで両方の頃から聞いたわけ、ほんまに何やったんやろほんまに、その辺の平民のって言うかさ、あれ下がったの、下がりに下がった前すがおって、あれはほんまにルートミスやな、進化できへんかった感じ、うん、堕落したというか、それによってやっぱ11上がった時に俺ってあの前すが弟かみたいなあの前すが勝つの、小学校の時はあの前すがいい意味でのあのやったわけですけど、中1の時にはあの前すさんの弟がみたいな、なんかもう弱いやつとめっちゃ来られたわけ、最初の時点でファーストに聞いたら全然下位でもないし、中盤やんか、へいへいボンボンみたいな真面目なやつっていう、あの時に俺の中での強かった兄のあれは全部消えたあ、こんなもんなんすね、こんな2年、1年で変わってまうやん、中学校でそんな恐ろしいからやんか、俺は子供の中で思った、中学校を一発目、2年生の時にミスったらこんなこと起きてしまうんだっていうことを学んだ、俺はほんまに当時、いじめとか全然受けてへんかったんだけど、1回だけほんまにイカついたことがあって、それが図書室に起きたんです、普通に、まあ、みんな図書館で本読んどって休み時間に、昼休みで、その時に超恐れられとは先生が一人おったんです、ヘイさんおるんやけど、その人も学校にナイフ持ってきてたとか、もうとりあえずヤバい人なんです、小学校の時マラソンで俺に抜かれた瞬間に思いっきり竹山の中に入れて竹ドーンってどついて、ここパンパンに膨れ上がらせて俺を睨みつけたっていうぐらいなんかしないけど、その時からちょっと俺若干全然それ叫ぶといやほんまいやだってさ、走りながらやか竹殴りつけるやん、なんで走ってんだお前見とんそれを、だからいや違うよじゃあちょっと待って、竹山おかしい、お前ね、整理しようだって、前さんがマラソンで走ってました、でケイさんここいました、前さんいました、走ってました、抜きました、竹に行きましたと、マジで見てんやん、いや見てへん、だからその時は見てへんって、帰ってくるってゴール、それだと腕パンパン離してとかで、いや腕パンパン腫れとってほんま帰っていったらマラソンゴールしない、まあ、ここそんな腫れへんやん、いやほんまに、いやもう知らんからそう言うと、こんなんやマジで、いや竹どうしてやほんまに竹を抜きとせこんなんならんやん、いやマジでなっとったか俺見たよ目の前で、こんなんマジで竹を普通の人って多分制御して殴るんだもん、その人はほんまに頭もおかし飛んどうから本気でどついて竹を、そしたらここほんまこれぐらい腫れとってほんま、腕切り落とさなかったこんな腫れとって、いや、マジでこれやばいよ、これはいや、マジマジこんなんこれやったら分かるけどな、これやからな、いや、それくらいから脳裏残ってたよ、そんな話なんで、A カップのやつがいきなり次の日来たら M カップの人みたいな、お前、そんな何が起きたんや、いや、ほんまその先輩がおって図書室で本読んだったら、いや、その先輩のその悪い軍団なんや、4、5人ので、俺なんかその子に座っとってこうって本読んどったら、いきなり結構人がおる中でその人にいきなり唾吐きかけられるっていうマジでこれもう嫌だよびっくりしたもん、しかもその時までないわけよ、小学校のマラソン大会がそんなことされてへんかったんで、いきなりやん、いきなりすぐバーンと吐きかけられてもうぶち切れそうなんだけど俺、でも多分もうやったら多分どつかれるやん、こっから先多分いじめられるんかなっていうその恐怖心勝手持ちってなってネットスラム嘘だと思う、いやほんまやからマジでネットスラム嘘だ、いやいやほんまや、いやいや多分そのブチ切れそうだったら嘘で、多分単純に怯えとくだけだ絶対切れそうになってない、それでそんな切れそうになるほどのそんな状況じゃなかった、絶対マジさんは、いやでもマジでそれはほんまに記憶のことで、もそっから先その人になんかいじめられるとかそんなことないんやけど、もう訳分かる、その時だけなんかすぐ吐けられるっていう謎の、俺なんかめっちゃムカつくことがあったの覚えてるんだけど、俺が中1上がったって、俺中1上がって身長めっちゃ伸びたんや急に、はいはい、でちょっと11ぐらいから俺自身なんか悪い方向に行きだしてて、まあ、不良に憧れるみたいな感じがあって、中1上がるやんか、さっきも言ったように小学校の頃毎回の同級生とか普段その元は普通に友達なんで、同級生とかで何しとんの、ためる人なんで、それもまず中学校上がるやんか、で俺野球入って中3の野球相手に同じ鳥行ったもん最初、俺もう変わってんやこっちがしちゃう、お前丸々みたいな、あとちょっと遊ぼうぜって書いたらめっちゃピリついてる、お前調子なんだよって書いてあって、まあ高一の弟やろ、東京にあもう全然通じんから、俺それに対してそいつめっちゃ弱そうなんですよ、パッと見が、なんだお前なんだお前、あんな昔大したことなかった2枚切っとんって言ったら、そいつがあ、ごめんって
で、そいつはその日から俺の中でやっぱこいつ弱いやつになるいい位置づけになって、でもやっぱ中3月とから中3でやっぱ体つくのでかい、俺が小学校の時のノリではいけへんやつだよ。中学校マジでほんまに怖いなっていう思いがあったら野球部入ってたんですよ。俺野球部1年生からレギュラーだったんやけど、まあ、やっぱ鬱陶しいやつおったもん。昔こいつこんな調子なかったら、なんで急にこっち中学校入ってこんな調子乗ったんやろみたいな、おったもん絶対。俺みたいな学びたもんで、小学校に力も取って中学校に力も取っておかしいもん。普通そのままいけん、全部しなくたもん。前さ小6迷路部に入った時点から多分始まっとった人生の迷路に舞い込んどったんで、その頃迷路入ってから失敗かな。片付けていくか。じゃあこれからいく、まあ、これで残すにはきついから、これ2人いった方がとりあえず味見ますか。固まったもんな、これチーズ。鬼のようにこうやって拾っていって、チーズはうまいね。チーズだけの塊と考えたらうまい。チーズってすごい固まったけど、いきます。チーズだけうまい。うん、あ、うまい。チーズうまっ。味は完璧。甘辛い感じめっちゃ好きや、俺。うまっ。エビチリみたいな、うん、味。ミートボールのエビチリに近いな、どっちかって。エビチリソースのかかった唐揚げかな。久しぶりにこんな食ったかもしれない。そういう曲してなかったから、俺全然食べてなかったもん。普通にやった。なかなか何も食わずに食べよ。これはめっちゃ名人は俺らと付き合ってから4、5年経つやつ。はい。俺らに対して質問じゃない。名人の質問コーナー。名人の方から疑問みたいな。疑問？名人と俺だって同じ高校やけど、ちょうど被ってないから、俺が卒業時に同時に入学してたから。確かに。だから別に特に被りもなかったけど、俺のこと知らんこと多いと思う、俺らのこと。動画の中での俺らしか知らんやん、言うて。名人の試験っていうか、最近の俺らと一番おるわけやん。俺ら以外で考えたら。なるほど。単純に、例えばですけど、1ヶ月休みがあったら何をしたいか。俺はもうほんまにそうやけど。どこ行ってとか。家族やばいですね。お前が行くんだよ、俺が答えられる番なんだよ。家族で海外に行ったりとか。海外行ったり、一回ハワイとか普通にみたいなって。へぇ、あの景色で言われたら落ち着くやん、綺麗な。実際俺は一回しかハワイ前にしか行ってないけど、よかったからハワイ。でもやっぱ国内でもいいな。ていうか家族とおったらどこでもいいんやけど、7泊8日とかで冬季のそこで過ごすみたいな、どこどこしたいっていう。ホテルみたいなとこで過ごそう。そうそうそう、そういう感じの、まあ、旅館とか例えばいろんなことするみたいな、キャンプしたりとか。1ヶ月あったらめっちゃあるじゃん、まあ、とりあえず1週間は多分そこで使うと思います。全部1ヶ月かどうか。いや、それは違うんじゃないかな。じゃあ、どうしないそれと僕が俺のこと貸してから別に1ヶ月はずっと家族過ごしたのに、1ヶ月って定期あるのに、ばっかり家族だけちょっと終わるとすぐだから、こっちは話をなめにそういうとこやね。一人でなんかしたいことないかもしれないけど、一人で海外ドラマとかそういうのに行ったりとか違うし、それこそだ子供と行くのももちろんそうだけど、奥さんと2人でどっか行くっていうのもやりたいし、子供だから親に見てもらって2人でたまにデートするとか、そういうのも全然できてないからやってあげたいというのもあるかもしれない。あとあれやろ、お前ハイブランド今あるこれは絶対入ってる、絶対行くべきだって、絶対入ってる。俺は分かる、絶対お前行く。長期計画でそれ行く必要はないけど、だから奥さんで行くとかあるやん。ああ、まあ確かに、要はね、普段行かへんから奥さんとショッピング、パッと思いつくのはそれぐらいかな。上なんかそれに対して倒れしていく、そこに。いや、いいですね終わり。家族高校が、まあ、できてないキャラっていうのもあるやろ、もちろんそこまで来て今長く休みもらっておけど、なんか俺お前ってロシア知らんと思うよ。世の中の人ってみんな例えばシングルマザーの人とかで子育てつらあかんって絶対できる。でもシングルマザーの人がどっか困った時行ったら子供どうしたのみたいな、で叩かれたりするみたいな、あれやん。これあれよくわからんって。俺もよくわからん。正直子供って多少放置するぐらいでいいと思ってるの。こういうのもない、誰か面倒見るところやったら、ずっとずっと親がべったりつかんでもええんじゃない。ずっとずっと親がべったりつくことが正義で、誰が決めたか、誰が正義かって分かってるんやって。俺思うわけ、子供を育てるじゃないですか。センス万別というか、ほんまいろんなあれがあるわけ。いや、それは間違いない。だからこれが絶対正解っていう答えが出てないと思うんだけど、子供に応じて正解があるわけで、俺なんてほんまに公認主義育ったから。でもそれでもうまくいっとわけ。逆にめちゃくちゃ愛されてる、アホ子にこう育ててもあかんなるって、おるわけ。やっぱ甘やかされすぎて、うん、逆に。だからどのバランスがいいかって、俺結構永遠のテーマというか難しかったです。だから前さんの今のバランスがほんまにあかんのかってなるから、たまにしか会えへんからこそ家族長くやっていけとって体もあるわけ。これってほんま分からんとかです。1ヶ月に2、3回しか会えへんかったら、その2、3回がめっちゃ楽しみたいな。でもこれが毎日おったら、今の日本の離婚率を考えたら、どん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 関係って悪化しと家庭が多いから離婚も増えるわけ。こう考えたら、もしかしたら前さんみたいな形が正解なのかベストの可能性もある。分からへん。でもほんまそれ、分からへん。だから家庭がうまくいってないとかあって、関わり方をちょっと変えるだけでうまくいく可能性もあるわけやから。いや、もちろん。今と同じことしてあかんって当たり前やと思うから、離婚危機迎えると家庭とかしたら、ちょっと生活の仕方を変えるだけで、もしかしたらうまく付き合っていけるんじゃないかっていう可能性。だからそもそも月同士に付き合ってたわけじゃない。いや、もちろん。この距離やったからうまくいったんだよ。でもこれがどんどん近づかれていって、この距離ではうまくいかんだから、僕はこの距離に話すことでうまくいくみたいな。全然あると思う。そう、あるやんか。だから、こういう風にちょっとした工夫で、家族関係とか友達関係とか全部俺変わるんだと思う。子供がおる人は特にそういう風にやっていかないから、で子供はちょっとかわいそうだっていう、俺なってまうもん、どうしたもん。子供なんかで別にその個人間の問題で済むけど、俺はマジ思うね。力なんて言って、
ね。1ヶ月休みがあったら、リアルに休めって、ほんまに動画のこととか YouTube も全く考えませんっていうのを前提としたら、やることは、いくら海外ドラマを見るっていうこと、これはもう絶対的に見るかなと思う。あとはオンラインゲームしたいな。あちゃんとしたオンラインゲーム、 MMO のほんまにちゃんとした、例えばドラゴンクエスト10みたいな壮大なオンラインゲームをしたいなって。もう永遠とできるようになって。そうそう、それをしかも理想は最低俺合わせて2人もしくはないし3人4人ぐらいメンバー集めて、1つの家にテレビ4台置いて、プレイステーションも4台置いて同時でやるっていう。これはもうお金がなかったらできる。これもだから思ってたんだ、昔オンラインゲームやるときに前さんとやらなくたらいい。モンスターハンターとか初めて始めるとか、どっちもやりたいけど1人しかできない、2人でできればいいのに画面が分かる。でもできひんから、これはこの時にテレビが2台あって横で今やれたらめっちゃ面白いなって思いなかった。だからそれをやりたいっていうのがまずあります。あとはどっか出かけたいっていう気持ちも正直あんまり俺はなくて、どこ行くか誰と行くかの方が大事なタイプだけど、誰か楽しそうなやつがおればどっか行くとかっていうのは確か面白いかもなと思うけど、強兵とかだよ。まあそうやな、だから俺と違う人とどっか行くとかったらまだワンワンちゃうかもしれないけど、多分俺はもうインドアで過ごすかな。でそれで言ったら俺が独身におった時はもう結構ずっとそれやっとったやん。ゲームを海外ドラマ2人で一緒にやるっていう、まあ、見たりとか一緒にゲームやったりとか。俺これからも一生に多分変わらへんなって絶対言い切れることをしようとしたら、一緒にゲームするのも海外ドラマ見るのも毎回以上に多分俺が楽しめるやつは多分これから先出てこんだろうなっていう。これはやっぱ生きてきた環境が一緒で同じ趣味とか同じものが好きで生きてきた人間やから、ゲームの進むスピードとか上達スピードが俺とか一緒なんだよ。だから何やるにしても似たように進めるっていうのは結構でかくて、なんか例えばさ、何かのゲームやるときに片方下手くそやったらちょっとしんどい、分かる。こっちがめっちゃ上手でこっちが下手くそやったら同じように進めへんから、まずだるいっていうのと、あと同じ時間プレイできる。海外ドラマでもぶっ続けて5時間海外ドラマ見れるやつと1時間見たら休憩したりするってやつ、俺その同じ距離走れるかどうかも大事。だから一緒に海外ドラマ見るってなったところで、まあ、ちょっと正直すぐ疲れるやつとか一緒に見とったらなんかしんどいよ、こっちもフェイス食らされるから。そう考えると前さん以上にそういうこうできる人間はおらへんじゃん。趣味が合わへんかったりするやん。しかも例えば女の子彼女とかでも、俺もだから奥さんと海外ドラマだって見たことあるけど、でもそのついていかれへん。俺はもうぶっ続けてみたいわけやけど、そんな体力あるわけね。そこまで海外ドラマ好きじゃなかったら無理やん。まあ、しかもまあ海外ドラマ好きっていうのも趣味が違うから、同じタイプの海外ドラマ好きやどうか分からへん。映画にしかそうそうそう、こっち側にとったら俺らこっち楽しめへんから無理ってなるし、でもこっちはもう向こうは楽しめへんから無理ってなるし、それもだからむずいなと思ったら、だって俺なんか24時間も見たいくらい面白い海外ドラマ、次の日が何もなかったらずーっと見続け、次のシーズン帰りたいね。ドラゴンクエストモンスターズジョーカーが発売した時まだ覚えとんの。俺覚えとる、ドラゴンクエストモンスターズジョーカー発売した時。ああ覚えとる。徹夜して。俺めっちゃ懐かしいのが、実家おった時にいつだって忘れたけど、発売した瞬間にモンスターズシリーズの正統派の続編が出た、最初に出たジョーカーで、ジョーカーが出た時のあのなんていうかな高揚感がすごくて、立った瞬間にずーっとやり続けて、朝の5時ぐらい迎えてそろそろみたいな、終わった方がいいみたいな、さすがにこれこのままやっとってもう永遠と続くからもう寝ようみたいな。で俺と前さん競いやっとったんですよ、お互いにやっとってやりながら同じモンスター使わへん。あそう絶対それはもうルールとして決めとる、お互いに難易度上げるために同じモンスター使ったら面白くないから、先作ったもん勝ちなみたいな。でやりながらどっちが全クリ先いけるかやっとって、だから同じプレイ時間せんかったらさすがちょっとずるい、片方だから3時間多くやったらさっき進めやん、そういうのもなしなみたいな話なんで、だから片方が寝ようと思って片方が続けられたら寝にくいっていうのがあって、朝の5時までずっと並行してやってます夢中なんで、でもそろそろ寝ようみたいな、もう朝やから。で出ていつ起きるかとか相談するのに寝た。で俺は朝の9時ぐらいに起きた。もう極限までやった後に朝の9時起きるってやばい、毎朝朝の9時起きちゃった。めっちゃくちゃいいこいつ。俺が起きてうわもう今日朝早く起きたと思って、朝起きてもう2回から下の瞬間に毎朝ゲームじゃん。あれみたいな、お前何だお前 寝たんじゃないの。いや俺寝たで、何だお前ずるいやろ。いやいや俺は別にいいやの、寝れんかったみたいな、めっちゃすました顔でめっちゃくちゃいい。そういうこともしてるよ俺今でも、それはもうええやん。そこで思うてるの俺で待ち意味もないやろ、そこに対して。あれ、うちな、懐かしいな、ほんまに。ゲームの思い出なんか、まだまだ覚えてなかった。俺はもう覚えたけど、初めてさ、ドラケンのテリーのワンダーランド発売した時、ゲームボーイカラーや。そう、ゲームカラーで発売した時に、ヒカルは結構ドラケンが好きやったんですよ。だからドラケン予約しとったわけよ、もうテリーのゲットしました。俺は、なんか知らんけど、テリーのワンダーランドの面白さに全く気づけてなくて、ミニオン買ってもらったわけ。なんかドロップが、ドロップが入ってるの、考えに入ってる。普通ゲームってさ、紙の箱や。昔、当時 の, そのミニオンはドロップ缶みたいなやつ、わかる、なんかドロップの飴玉が入っとるカンカンに入っとって、なんでわからん、あのゲームのゲームセンスくそないよ、マジで。ミニオンのゲームを俺買うやん、2人同時始めるわけやん。ミニオン買って、俺はもう楽しんだって、テリーをやったのに、テリーの圧倒的面白さなんだよ。だからその、ミニオンがまずめっちゃ難かったわけ。あれ子供のゲームじゃなくて、マイスさんも初期の初期で済めへんやって、もうこれ分かれへん。横で俺がテリーのワンダーランドで俺がドラキーとか捕まえるときに、横で分からんみたいな、どうなったか分からんみたいなって、俺みたいに言ってたんだけど、ドラキー面白いんだよ、これマジでヤバいでって、ほら見てって言って、ドラキーの俺がスライムとドラキーとアントニア捕まえとって、俺がそれ見るときにマイスさんが車の中でやってたんです。二宮って昔あったゲーム屋さんに行って、
そこから帰りの道中でちょうど俺車に着いたぐらいに俺がアントリア捕まえとって前さんも見に寄るの分かんなくてずっと車の人で俺も分からへんってその時に前さんが最後車降りようとした時に放ったセリフがちょっともう一回ゲーム屋行ってほしい速攻でもう一回ゲーム屋戻ってミニオン振り飛ばしてでドラゴンクエストモンスターズ勝って前さんも懐かしいなあの時ほんまはセンスなかったマジで前さんはゲームのセンスマジなくてその前もあったもんなドラゴンクエスト6を発売日に買ったんやけど、まあ俺はロックマン X3 良かったんですよ。面白いね。ロックマン X3 もちろん面白かったんやけど、でも結局超技術でやってハマるのドラクエ。そこまで気づけなかったもんな。前さんのゲーム選ぶセンスは昔のなかったの多分。確かに。昔あの遊戯王のカプセルモンスターズ買ってんゲームボーイでゲームボーイカラーでめっちゃ面白いゲームやっぱ神ゲーやっぱ神ゲーの作品の多分知っとる人ほとんどおらんのかいけどマジで面白いゲームだってあれも前さんは分かってなくて全然あのマゼッコモンスターってゲーム使ってたわけわからんもうほんまに1ラウンド出てないけどほんまにリアルにこんな誰が変わるんだよゲームがなんてマゼッコモンスターってほんまに混ぜるだけそう混ぜるだけ何にもないほんまになんかモンスターそれに捕まえて戦うでもなんか混ぜるだけめっちゃ思うんだけどモンスター誰がやんねんのゲームはマゼッコモンスターってで、俺はカプセルモンスターやって、マジでマジでコモンスターやって。マジでコモンスターもう、ストーリーがそもそもないから、何も作れない。究極のモンスターを作り出せんじゃん。マジプレコミで。わからへん、ほんまに。わからへん。わからへん。ほんまにやっとっても、わからへん。ゲームやっとって、マジで結局マジでコモンスター売り飛ばして、なんか、遊戯王カプセルモンスター買ってみた。ゲームなんかマジでセンスなかった。で、マイスさんのゲームを競い合いながらやるっていうのは、一番楽しいゲームなんだっていうのは、これ多分変わらんと思う。これでも兄弟ゴルフとか分かってくれるかもしれないけど、そういうやり方したら楽しくない。ゲームって、普通だって簡単。ちょっと縛り入れながらやったら楽しくなる。その一個の縛りが、前さんと競い合う。で、同じモンスター使わないとか、そういうのやりながらやってた。結構。これはもう、大人の人もやっただもんな、普通に。こういう楽しみ方。それが一番なんか楽しめるな。一人でやればもうできへんもん、ゲームは。俺は。一人でなんかアプリとかやってても、あんま楽しくない。だから、俺と前さんの昨日やったアプリ一緒だよ。やるとしたら。そうやって競い合いながらやれへんかったら、楽しめへんっていう。生まれてからそうやったから、そういう風になっとるよ。だから、誰と一緒にゲームしても、多分本ゲー楽しい方だったら、ちょっと難しいなと思う。抑制が似すぎとるやろ、あれ。好きなゲームとか、ジャンルとか。似とんな、これ好きなゲームで。いや全然減らへんちょっともういいんちゃうかアメリカではちょっと本気で終わらしようとやるいやもうでも終わりじゃんほとんどそれも終わりやんマッカルで終わりこれを全部したら終わりカボチャンススーパーカボチャンスカボチャンスしとる人おるかなミニしとる知らんメージマジカルマウイ知らんわいただきますまこれめっちゃうまいわほんまにいやそれはそういう人やけどゲージもそうだったわけゲージもどうやったかゲームの同じバージョンの違い例えばポケモン赤緑を買って逃走するというか競い合うみたいななかった競い合うはなかったですね。なんかポケモンのルビー、サファイアは同時期に買ってもらいましたけど。やっぱ勝ったよ、そこは。はい。なんか競い合うとかはなかったですね。そう、だから名人は、兄弟会でめちゃくちゃ一緒にゲームやるみたいな中になかったわけやってたって言えばやってましたけど、一人用のやつを、人が見てたりとかが多かったですね。あとまあ対戦系。俺だから、マイさんとはほんまにゲームもそうやけど、海外ドラマもそうや。漫画もそうや。漫画も俺とマイさんでほぼほぼ同じ漫画読んでる。最近はバラバラだったけど、昔はもう、どんな状態をしてたのか家帰るやんか。俺が家帰って、俺が遅い時は、もう家にハムシングっていう昔あった漫画借りるところから、本が20冊借りられてる。帰った瞬間に、本がこう、20冊ぐらい漫画が、前さん借りたわけ。逆パターンもあって、前さん帰った時に俺がもう借りとるみたいなパターンがあって、家にもう毎日本が届くみたいなネタがあって、20冊もその日に読み終えて、次の日また学校行って、帰ってきたらまた新しい本を借りて、みたいな。ぐらいずーっと読み続けたから、相当だから同じ漫画読んどる。マジで。だからなんか会話の中で漫画の話題が出てくるけど、前さんもほとんど通じるし、っていうのが起こって、これはもう昔からずっとやろ。だから前さんが鳥取行ってからなくなったけど、それは。え、何が面白い？前さんが鳥取行ってからの俺はゲームとかからめっちゃ離れて、ほとんど強いなったもん。へぇー。できひんねん。俺もだってせんからか、鳥取行って。いや、漫画はある程度読んだけど、漫画も読むペースに入って、ずっと女性ばっかり俺は。前さん聞いてたから。これはなんかな、楽しくなくなったというか、それはあると思う。ゲームやって楽しみ。だから俺もそれはあったけど、ゲームだからほんま女性ばっかりだ、俺。高校生とか。俺はやっとおつけやん。なんでやっけ？やっとおつけ。ヨット漬けの毎日でもやった。ヨットで沈むことを、俺らからしたらヨットで沈んだらしいって言うやん。チンするって言うらしい。沈没のチン。ヨットで沈むことをチンするらしいって。人生で何回かチンしたことがあったらしい。その中になんかほんま命の危険感じた時があるやん。いやほんまにあるよ、それは。その人のやつ、多分もう今の視聴者知ってる人多いと思うかって話して前さんのチンしたやつだから、チンは別にするやん。で、だから風によって向きを変えた時に失敗したりとかしたら倒れるわけよ、倒れる。倒れてもらう。倒れたらまた起こせばいい、その時は。だから池やから、小山池っていう鳥取大学ってヨット部がさ、海で練習できない。遠いから海が。池で練習だって。で、池って基本的にさ、風で波とか立たへんわけ。よっぽど海みたいな。海は潮があるから、うねっとうけど、池ってないのに、その日、梅雨前線がありますよ、みたいな。予報で撮って。基本そのヨットって風がないと進めるんですよ。ジグザグにこう進んでいくんだけど、風が基本的に3から4メーターとかが一般的に。吹いてなかったらもう1とか2とか全然吹いてないなっていう。
状態で、その日も最初は5とか6です。最初からまあまあ高いなみたいな、で7、8ぐらいまで多分上がっても、まあまあ先輩でもおるし行けるかみたいな言われとって、でまあ出廷します、普通にヨットの練習します、やっとったら急になんか風がもう上がりだしてくちゃくちゃで、その時は分からなかったけど、後で聞いたと20とかやったら、バイオ前線しとったら20なんかありえへんよ、体験したことない風がいきなり来て、タイムレベル、タイムレベルで、それも池とかも波がこう打ち出したわけ、池に波が硬いのに、で1位してるわけ俺ら、やっぱヨットってクルーとスキッパーっていう2人がいるわけ、俺らにとってちっちゃいちっちゃいヨットで持っとって、でチンしましたってなって、そしたらチンしたら倒れるから、ここ捕まっておくわけ、ヨットに基本的に捕まっとかなかったのに、俺なんか波が強すぎたか分からない、水飲んで手離したのに、そっから、あ、なるほど、流れてそこでもう俺が流されたわけで、そっから普通だったらライフジャケットの人から深く浮いて全然大丈夫だな、でも波があったわけ、その時ずっと水飲むわけ、ほんまに、うん、こう上向いとくんですよ、こう浮いたわけよ、波がずっと飲むわけよ、でずっと水飲んどって、やばい死ぬみたいな、俺がやばいっすよ、ほんとに死ぬ、いやほんまに、いや、低温感がマジで、いや最初は大丈夫かなと思ったけど、マジでこう死ぬってなってきて、だからそれで基本的にその10人ぐらいの手が危ないから、やっぱりパトロールみたいな感じで、俺にちゃんと見張っておくっていうか、で、その時は風が強すぎて、5艇ぐらい取ってんのを3艇ぐらいチンして、いろんな島に流されたわけ、伊東人で、ヨットでめっちゃ高い、1艇300万、400万するから、流されてヨットで傷々取ったらしたら、それをさ、助けなあかんとか、その時の部長が言い出して、でも俺は溺れたわけ、俺助けろみたいな、俺は。でも、その先輩は、そのキャプテンのやつ、そいつが、あいつは多分大丈夫やから、艇を助けに行こうって言い出して、で、その艇を助けに行ったら、艇に不時着した先輩が、ぶっちゃぶち切れてくれて、人の命かかったから、コーチ助けたってよって言って、で、他の1年生でも、さすがにヤバい人、死にますよみたいな感じになって、では、助けに来て、無事救われたんやけど、マジその時に俺は、腹から顔出して、助けてって言って、いや、ほんまに人生ってあるんやろ、ほんまに死ぬ時ですよ、マジや。俺人生で初めてやったもん。ヤバい、ほんまに。だってずっと水飲んでる。何や、そんなこと聞かんでくる。ずっと水飲んで、もう、現状ですよ、もう、つくんねんみたいな、とって。なでまさか、これ、死にかけよう。いろんなエピソードしか。で、あとで全部聞いたよ、それは。で、聞くよ、どういう状況なんで、そうやったかって。その当時はそんなやつを知らんから、もう何でこいつは達成に来へんのみたいな思ってたの、ずっと。で、もう最後、もう助かってんけど、救助ヘリとか出たからです、もう、あの病院運ばれたの。病院運ばれてんけど、なんか低体温症みたいになって、もう寒すぎてずっとプレート回らなくて、ずっとストーブと前上がって、日本も良かったなみたいなって話です。いやマジで、ほんま俺人生で初めて死にかけたのあれ、顔とかも笑いとかで助けてやろ、マジで助けてみたいな、もうそれを何回も繰り返しようと、俺出るんや、声が出るで、声が出るけど、もう届いたほうが聞こえへんやん、クソでかい声だから、考えられんぐらいのもうでかい声出したわけ、ありがとうございました、エレンの疲れが多分ないやん、死にかけた経験、その時に俺水はほんまに恐ろしいなっていうのを思ったの、マジで。まあでも交通事故になったことは俺300ぐらいあるじゃん、これもやばい、俺ないもん交通事故、まあでも死にかけではなかったからね、それは先輩に対してじぎれたもん、その後に何ですか、私死んでましたよ、向こうは大丈夫だからええやんみたいな、そういうことないし、普通に入るっしょみたいな、こんなことなったら、でも全員でももちろんそんな先輩は責められたから、マジであの犯人大好きよね、ヨットが入らなかった、まあでも入ってよかったかな俺でも、まあ、そのエピソードあったけど命の件があるって考えたら怖いね、でも初めてだから、だからヨット2年やってたけど、ほんの1回だけやん、ほんま死にかけたあれやばかったほんまに、死にかけたことないっすね、俺は今までないから、その走馬灯とかはよぎらへんかったけど、でも俺死ぬんやなってほんまに思って、一瞬はマジで、でも盲腸の時は俺盲腸の症状がいまいち分からへんし、ネットで検索的に俺小4か小5ぐらいで盲腸だったんで、あの時俺もう出るんじゃないかと思ったんだ、痛すぎて出ると幼い頃って分からへん症状が、こんな入院までするの、入院までして毎日点滴死ぬんじゃないかって、医者が遠くの方で親と、もしかしたらお子さん手術が必要かもしれませんみたいな言っとこうかって言ったら、もしかしたら薬で知らせるかもしれないですけど、ちょっとこれはなんかエコー検査みたいなのをしてから決めないといけないですみたいな、これやばいことあったんちゃうから、分からへん単語ばっかり取り出すとか、まあ、結果的に俺は別に手術せずに薬で終わらせて何ともなかったけど、あれは結構鬱陶しかったな、2週間ぐらい入院して、その時覚えたのが、帰ったらおばあちゃんと光がおらんくて、どこ行ったんやって親が盲腸みたいなこと言っとって、その時しかもちょうどゲームを買ってたんや、コロコロカービィを買っとって、これは大丈夫かって言ってたけど、カービィをしとったって俺は一人で病院一応行ったら、こいつもゲームしとった記憶はあるけど、コロコロカービィしとったの、懐かしいじゃん、コロコロカービィこうやって動かしたらカービィ動くの、一緒連動してめっちゃ珍しい、いろいろあったわ、あれは残すところもうちょっとですね、もうこのチーズタッカルビに関してはもうほぼ終わったと言っても過言じゃないです、これ、これだけ、残すところがあるこれだけかも、もうちょっとやなと、8個きついな、8個固まったものをいただきます、うん、うまいね、うまいね、これ細かな、味が変わる、これ
これ分かる人おらへんやん。お前分かるやん。君見るわよ。この時代分かるやつはほんまなかなかマニアック。わばパワーアップネタはね、おそらくほとんど分かんないと思う。知ってる人の多分 5% ぐらいしか分からん。藤ざっかり、俺行きます。ちょっとやってるか。そっちやけどな。あっさりめ行こう。俺もそれしよう。この手があったか。はい、帰ろう。行きなよ。1個が結構きついな。先ほどこれ食べてめっちゃまずいこれ塩がまずかった。なんかこれ4つも味違う。これで甘辛いやで、これでもチーズが強めるこれ塩がまずこれ食べたから甘いね。甘い。これがエビチリやん。これめっちゃ甘い。食べてない。これほんまやばい。さっきほんま白菜だけど何とか黙って食べたけどめっちゃまずかった。言ったのかなって言ったろ。ビビがあったやつ、ほんまに。これビビがあったやつ、ほんまに。匂い。大学生のほんま。やばい。俺これつけてもうビビるぐらいまずかったやつ。大学生もん。大学生。マジでやばいな。死ぬの。大学生。ビビだったやつ。やばい。大学生。やばい。今味。これフュージョン失敗したみたいな。これ失敗してやる。オッケー。誰だ。これ坊さん用やつ。やばい。ほんまつやろ。何この味、なんていうか、なんかマジマジってほんま表現して一番知ってるっていうの。俺もそれ嘘抜きでやりたいから。これはマジうまいし、うまかったし、甘かったし、その時ビビりがマジで合う人はおるんだけど、合ってない。合ってない。これはしかもこんな辛いのも並んどんだから。これだけ甘いね。なんか気分が悪い。そう、一番嫌な甘さ。申し訳ない、悪くなるような。後味の悪さ。何なの、この味って。匂いから甘いね。これは結構きついな。行くしかないんだろ、これ。俺も一個行ったから、一個行くしかない。ゲームやばすぎる。甘さ、甘さマジやろ。でも残すとこは4つだから。これはまあ一番美味しい。ちょっとチーズやから、まあまあちょっと味が落ちるけど、変でいい。この音がめっちゃ甘い。これやばい、マジやばい。メープルシロップみたいな高熱甘いの。最初なんかもっと辛いのかなと思って食べたから、そのギャップがすごすぎてビビったもん。やばっ。これまあ残り4つで、じゃんけんで負けたやつを食べていくっていうのを1個ずつ選ぶ。最初か最後まで行こう。ここまで見えるんで、分けるとかじゃなくて、負けたやつは選べる。1個好きなやつを選べる。そう、4回繰り返すだけだから、最後にこれが残ったら最後負けたやつはこう食べなきゃ。すげえな。すげえ。最初はグッ、じゃんけん、ほいよっ。でかい。もう一回でかいで。俺これ選ぶわ。味噌つけながらね、ちょっと俺はもう味変えてる。やばい、結構腹を出てきたな。これうまい。うまい。うわー。最初はグッ、ほいはい、ほい。ちょっと、お前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 、これしかないよ。これ一択やろ。これめっちゃ小さい。ありがとう。次まで負けてもセーフ。この次負けても強いな。じゃあいったわ。全部分かんない。うわー、これちょっと残ったやつきついな。俺のチーズタッカール、ちょっとだけ残ったわけ。それはもうまた勝てよ。いただきます。今この1個でかいな。これこの後半にしてんの。これの唐揚げの重さは半端ないから。うん、よし、終わった。いくもん。いいよ。最初はグー。ほい。あらまあ、ナイスだ。この激まず食べるまで今日来たな。お前なんでこの味付けしたらマジでこれやばい。お前全部おいしかったやん。ほんまに全部おいしいから終わろうと思ったら、こんなのにこんなやばい。お前おかしいよ。ほんまに今日だけアンケートの書きたいの唐揚げの一周でやり、ちょっとおかしかったです。これちょっとラストすごい。マジで昔あのイケメンパラダイスドラマやったんやって、イケメンパラダイスドラマの中で45歳のサラリーマン一人混じっとるんだよ。こんな感じやん。マジであれみたいな。ほんまにこのバターとあれすごい。これ何なんだよ。違う。終わりました。じゃあ僕はもうこれで完食してもらって、マイスタでラスト、この唐揚げとチーズタッカルビの残り。まずいいかな。じゃあ、じゃんけんってここは決まったし、チーズタッカルビに関しても別にまあまあ残しとったマイスタも悪いけど、これは。チーズタッカルビだとうまい。チーズタッカルビ一緒に食べた方がいいんじゃない。うまいの。辛いの。あ、
検索あるから時間多いからめっちゃ汚いな見た目は見てんじゃないかも一気に見てひるちゃんやったーマジでこんな高いついたの一番やついてやっぱ高いしんどいな量が多かったとりあえず一個一個高いだけやってこれだって1個でほんまに 2,3 人で食べるやつやからそれがきつかったこれ終わったお疲れ様でしたそこはもう一緒にごちそうさまにしてええやん一人先早くやるよみたいなところで出された俺のお父さんといただいてやっていいごちそうさん俺のお父さんちょっと変わったよそいつのお菓子兵庫県の人間やのに広島弁とか言ってたから大丈夫かベッチョな人言ってたベッチョないベッチョないそのお前ツバ背負ったらベッチョないからなんでだよあれかっこつけやなラストもういったいましたはい完食です韓国料理1万円炊けるぐらいやりません達成ですやりましたなかなかね昔の動画大変でしたね韓国は韓国料理はめちゃくちゃ美味しいことが判明しましたね僕は、まあ、食べたことなかったやつばっかだったんですけど結構どれ選んでも外れはなかったかなっていうぐらい味は美味しかったです今回食べたやつ4種類ぐらいだったんですちょっと高いんで、ね、1個1個はだから 2,3 人でこの1つ食べるとかっていうのが一番いいのかなというふうに思いましたあとここ24時間空いてるって良かったですね深夜営業してるっていうのは利用しやすいんじゃないかなと思うのでぜひね新大久保来られた方は行ってみてくださいじゃあ僕はこれで終わりますありがとうございました達成感すごいわ。やま。やま。ああ、なんか一足先の終わりだからすごい気分いいわなんかほんまに。中学生の時に朝の小テストでちゃんと10点満点取ったから放課後の居残り1000でいいみたいな。授業終わって速攻帰れるみたいな。感じやわ。いやま。